ラスクラ最新情報を見た直後のアキラの現場へこそ、ラスクラ実況です。今日も緊急更新をさせてもらってます。先ほどね、動画の方で公式が更新されましてですね、すごい盛りだくさんのね、情報が出ました。で、昨日はね、ドクターストーンのコラボの方の情報をね、出させてもらったんだけど、それに関してはまだ何も更新されませんでした。あちらの情報に関して新しい情報は出なかったんだけれども、それ以前の1周年のキャンペーンがやばいんですよ。ね、ユニットもアークもすごくやばいんだけども、それ以外のキャンペーンもすごいんで、慌てて今動画を更新しています。では早速紹介していこうと思います。まずですね、ユニットソウルの一部仕様変更についてですね、やっぱ皆さんたくさん意見があったようです。で、それについてですけれども、現在育成の難易度を緩和するためのいろんな新機能を追加していって、それで調整するよという発表がありましたんで、こちらの方をね、皆さん言いたいこと、ね、たくさんあると思います。僕もあったんだけども、それを踏まえた上で、なんとか、調整していってもらえてるみたいなんで、そちらの方は皆さん続報を待ちましょう。で、ですよね、こちら、はい、ローランドが来ます。はいね、皆さん言ってましたよね。多分英雄枠でローランドが来るだろうっていうのを言ってたけど、やっぱ来ました。特技の方がですね、このディバインエッジとか、ロストデルタとフォトンブラスターと、で、必殺技がゼフォニックブレイザー。いずれにしてもね、光属性の攻撃になります。で、個性がですね、1、光竜の移行。光属性攻撃の威力が 20% アップ。物理攻撃のダメージ上限が2000アップということで、ダメージ上限アップが来ましたね。限界とか今9999やったんが2000アップなんで11999まで出るよということで、これでもただ物理攻撃なんでね、特技にも乗るし必殺技にも乗るという感じですね。魔法には乗らないということですね。で、2が不耐定の決意。魔法詠唱と特技発動時に火ダメージを半減し、一部攻撃を除き中断されなくなるということなんで、魔法詠唱もそうなんだけど、特技発動の時に、ね、攻撃のキャンセルがされないっていうね、もうチートじゃねえかと。まあね、この辺はチート級のが僕来るとは思ってたんだけど、が来ましたね。がローランドでした。で、ダメージ上限アップが来たということで、来ましたね。で、これね、この後のまた紹介しますけども、アークでもできるようになりますんでね、それを含めて、ローランド強えなと。で、取得スキルが1、光竜のカリスマ。これはもう初期から取得してるんだけど、自分が生存時に味方全体のストレングとインテリジェンスが 20% アップ。他のカリスマ効果と重複負荷ということなんで、まあ、1体なんですね。で、高等のカリスマっていうのは、多分、まずローランドにつくんだけど、多分今後カリスマって言われるもの、1体いることでみんなに影響を与えるものっていうのが、多分、他にもスキルが出るっていう多分予告でもあるんですよね。他のカリスマ効果と重複負荷って言ってるから。なので、それからローランド2体になっても重複しねえよということでしょうね。で、騎士の心得が、剣と鎧を両方装備値、剣のストレングスと鎧のディフェンスが 50% アップということなんで、これ二刀流使わなくていいよっていう感じでしょうね。で、光クリティカルレイズ。光属性攻撃のクリティカル発生率 5% 上昇。クリティカル発生時の威力を 50% 上昇。やばい。強い。強い。やばい。で、光アタックレイズ、攻撃アップ、極み、剣杯ブースト、魔力アップ4。高位魔法詠唱陣、ゴッドヒール、シャイニングゾーブ、オートリジェネも覚えるということなんで、オートリジェネ覚えるってどういうことやねん。ずるいな。で、シャイニングゾーブも覚えるから、で、魔力アップ4も使えるから、その剣も魔法もいけると。物理も魔法もどっちもいけるけれども、ただこの個性と、個性の交流の移行とか、あと二相手の決意、と、騎士の心得とか、この辺を活かしたりするんやったら、ね、剣杯ブーストも覚えるし、攻撃アップ極みも覚えるってことを考えたら、まあ、騎士で行くんがいいんかな。多分、ナイトだよね、属性はね。ってことなんで、クソ強え。で、もっとやばいのがこっちなんですよ。ね。ウルトラレアのアーク出ました。SS レアの1個上出ました。ウルトラレア消えました。が、光竜エルドラバーナ。アーク特性がレベル最大時が超必殺技ダメージをプラス 120% アップし、プラス 120% が2倍以上だよね。で、ダメージ上限アップがプラス5000。ね。これ超必殺技のダメージだけなんかな？それとも他のダメージもなんかな？その辺わからんだけど。で、2、ウェーブごとに時間経過で緩やかに物理ダメージ上昇。最大プラス 50%。なんで、ウェーブごとだから、ウェーブが長いやつやったら、どんどん、物理ダメージが上がっていく。で、最大 50%。どうなんやろ、これ。ね、何ウェーブに、1ウェーブにつきどれぐらい上がるかとかも試してみたいね。で、取得スキルが、初登場のものねが無属性シールド。敵から受ける無属性攻撃の火ダメージマイナス 10%。で、ブレイクブースト。これが初登場で、ブレイク状態の敵に対する物理攻撃がダメージプラス 30%。なんで、まあ、鉢巻きとかあの辺のね、効果がスキルで覚えれると。で、光アタックレイズ2。これも初登場で、光属性攻撃の威力が 30% アップと。ずるい。マジずるい。ね。ほんとね。で、この光竜エルドラバーナのね、ステータスがね、あるんだけど、ちょっと待って、ステータスの画面大きくしたやつがあるんだけど、ちょっと待ってね。こちら。レベル10マックス時で HP が3047、MP27 だから MP は少ないんだよ。ね。だからストレングス415は相当高いからね。ね、HP とストレングスは相当高い。ね、やばいな。やっぱウルトラレアは半端ねえな。っていうのが分かって、あとですね、取得スキルが他にもあるんで、それが、攻撃アップ4とクイックトリガー、で、トリプルインパクト、で、無属性シールド、ブレイクブースト、光アタックレイズということなんで、クイックトリガーがね、聖夜の願い事以来の取得ができますんで、これはね、聖夜の願い事が期間限定やったんでね、皆さん覚えたい方ラッキーかなと思います。で、気になるのがさ、ね、これ、わかる？エルドラバーの名前の横に、プラス1ってなってんじゃん。これ何なのかって話なんですよね。これもこの後ありますので見ていきましょう。それがですね、まずね、1周年スペシャルキャンペーンが1、育成強化キャンペーンが、ソウル消費4分の1ね。4分の1って、まあ今までも2分の1で全然余ってたんだけど4分の1になってきますと。で、オーブも1個になりますと。で、能力ゲート超視界が全日解放、能力ゲート限界突破超視界ドロップ2倍。で、特別修行の間、ね、鍛錬の間の獲得経験値が超美味しいバージョン。なので、まあ経験値がいっぱいもらえるよと。なので EXP アップ連れていけよと。で、あと AP の間。もうね、鍛錬の間の獲得 AP が超美味しいバージョン。なので、まあ AP がたくさんもらえるよと。うん。で、修魂の間とソウルの間。修魂の間とソウルの間。ソウルの間ってなんだっけ？別なんだっけ？がありますと。で、これ。毎日10回無料ガチャ。毎日10連が無料ガチャなんですよ。これは1週間だけね、4月16から23日までの間。さっきの1周年キャンペーンの1は4月16から4月30日までの2週間なんだけど、こっちは1週間だけなんで、毎日10連ガチャを1日1回、期間中最大8回引くことができます。なので80連できます。期間中。これはやばいっすよね。で、ここにじゃあ、さっきのエルドラバーナーとかローランド入ってるのかって言ったら、それはまた別の話だと思う。で、1周年スペシャルキャンペーンのが3つ目が、ログインボーナス。これすげえなと思ったんだけど、初日に、好きな1ユニットをレベル100にするアイテム、虹の飛躍をプレゼント。これ、強化薬と同じ方法で、1ユニットのレベルが一気にマックス、100まで一気にいきます。はい、でその他2週間にわたり豪華な内容をお届けしますってことだけど、この虹の飛躍何がやばいって、虹の飛躍で、一発で限界突破素材も不要なんですよ。ね。要は、虹の飛躍一発使っただけで、限界突破も全部最終段階まで行ってくれるっていうね。まあ、なんつってもこれもむちゃくちゃやなと思ったけど、要はもうこれね、今から始める人に、とても有利なようにしてくれてると。いうふうに思いました。僕はね、これ今回はね。うん。なので、それはもう全然いいかなと思います。これはね。で、ぜひお手持ちのユニットにお使いくださいってことなんで、まあこれは別にローランド使わなくてもね、他にも皆さん今から育成したいってやつがね、1から手に入れたやつを育成したい時に使えばいいと思うし、僕の場合何か使うかって言ったら絶対ローランドに使うと思うけどね。で、さらに1周年でラスクラはさらに進化ということで、潜在覚醒のレベル上限解放来ました来たこれね、ユニットの潜在覚醒が6段階まで解放されます。はい。なので、今4段階までの2段階上げれるんですよ。が、とりあえず、このローランドとゴルム王子、黒騎士神メルザ、シン、ルキエル、プリンセスリラの、1、2、3、4、5、6体だけです。6体だけなんだけども、今後追加予定ですと。で、これ、潜在覚醒するためには、ガチャで既に持っているユニットを引いた際に1つ付与されるアイテム、プリズムソウルを用いて、ユニットソウルと合わせて潜在覚醒を行う。なので、プリズムソウルってやつも必要だし、ユニットソウルも必要になってくるんで、そう簡単にはさせてあげないよというところあります。むしろ今のうちにね、僕は、リラとか、ルキエルとか、シロメルザとか、ゴルム王子とか、あの辺をね、ソウルダメにね、回しとこうかなと思います。で、このプリズムソウルの手に入れ方なんだけど、これが、要は、上記6ユニットを含め、どのユニットが被ってももらえるんですよ。うん。だから別に、リラが被らなくてもいい、ローランドが被らなくてもいいんですよ。ね。普通に、他、のユニット、どれでもいいんだけど、他のユニットが何せバンが被ったとしても、プリズムソウルもらえるんで、それを、リラに使ったり、シンに使ったり、ウキに使ったりすることができるんで、結構僕は手に入ると思います、これはね。普通にガチャいっぱい回したら出てくると思います。で、さらにこれ、アークスキル追加なんですよ。ね、アークスキルってのは、アークに設定された固有のスキルで、アークスキルが使えるアークを装備してると、バトル中に1回だけ使用可能。で、これが4月16日メンテナンス終了時点でアークスキルが付与されるのが、ウルトラレアのエルドラバーナと、レアの蜃気楼の砂糖、レアの異界次元の狭間、S レアの魔獣ハンター、SS レアの天聖女の凱旋。この5つのアークだけがとりあえず追加されて、残りは随時追加予定と。で、エルドラバーナのね、一応スクショがあるんですけど、こんな感じで、要はピカーンって、FF で言うとこのバハムータだね。うん。で、これは魔法から選択して発動させる。だから召喚獣に近い感じかなと思うけど、ただしバトル中に使えるのは一度だけ。で、蜃気楼の里のアークスキルだけね、紹介されてましたが、敵からの物理攻撃を一定回数完全に回避です。だから追い詰められてやばい時とかに、これ使えるんですよね。だから、レアアークとかあの辺でも戦い方がすごい変わってくる可能性が出てくるんで、これをそれこそアリーナとかでも使えるんかななってくるとね、めっちゃ面白くなってきますよね。で、3つ目。アークにエクステンド機能追加。ね、ガチャで同じアークを引くと、エクステンドメニューから数値を各パラメータに振り分けられる。これ全てのアークに対応なんで、要はガチャで被ったアークをパワーアップさせることができるんですよ。ね、これ画面を大きくしてもらったとわかるんですけど、今これソーサラエデンがプラス2になってますけども、被った分のアークの HP とか MP とかの辺を自分で好きなところに割り振りできるんですよ。だから MP だけめっちゃ高いアークを作ったり、ディフェンスだけめっちゃ高いアークを作ったりとか、そういうことができるという。すんげえこれ自由度高まったし、これは、今から始める人ももちろん嬉しいし、これまでやってる人、特に僕とかなんかやろ、アークほぼほぼ持ってるからね。今持ってるので、ブレイズガーデンぐらい。うん、期間限定アークを除いたら僕、ブレイズガーデン以外は全部持ってるんで、ほぼほぼ僕、皆さんご存知でガチャしてる時被ってるじゃないですか。ガチャ被った時の楽しみが増えるんですよ。これね。うわぁ、めっちゃ楽しみ。で、さらに、錬金所に装備強化機能も追加されます。はい。これも前から言ってましたね。で、今後その錬金レベルの解放に伴って強化対象も増えていくので、最初の、強化レベルから増えていくことによって多分武器から装備とかアクセサリーとかいろいろね、種類が増えていくっていうことなんだけど、今見てる時点でこれ剣できるしね、これパッと見だけど、ガルジさんとかあの辺もできてますよね。楽しみ。さらに、レッドクリスタル交換所に新装備3種追加ということで、これがスカーレットブレイド、物理攻撃のダメージ上限アップがプラス1500、スカーレットロッド、魔法攻撃のダメージ上限アッププラス1500、スカーレットリング、超必殺のダメージ上限アッププラス2000ということなんで、要は先ほど言ったローランドの持っている個性を、以外も、これを装備することによって、超必殺のダメージはプラス2000アップできますし、スカーレットブレードという剣を装備することでプラス1500できるんで、これはこれで楽しみですよね。今まで9999で限界やった分がアップできます。で、レッドクリスタルね、これがね、交換レートどれぐらいかわかんないけどね、散々ガチャかぶってね、レッドクリスタル余ってる人いると思うし、僕は散々いつもエーテルに交換し続けてきたんで、余ってないんだけど、今回ガチャ回してね、多分また余るんで、この辺もゲットしていけるかなと思います。で、ショップが見やすくリニューアルと。これ内容はわかんないです。以上がラスクラ新情報ということでした。で、ドクターストーンについての、情報はさらに更新はなかったんで、今回は割愛させておきますね。で、これからのラスクラについてのところで、中級魔法の演習について、4月中にギャラクシーダークマターブリザードの魔法時間停止演出廃止予定だったんだけど、これについて、皆さんからの意見が、ネガティブがね、35%、ポジティブが 65%、いいよって言ってる人の方が多かったという感じですね。で、現在カメラワークとか演出の調整中ということで、もう少しお待ちくださいということでした。で、シャイニングゾーグなど上級魔法については検討中です。本質が固まり次第お伝えしていきますということです。この辺意見皆さんいろいろあると思いますけども、一旦そういう感じで進んでます。で、新ストーリーはこちら、近日新ストーリー開放予定。もう少しお待ちくださいということで、予定を言えてない分ね、そんなに早くはないだろうね。多分5月、6月とかだろうね。で、昨日その他、アリーナについての、防衛敗北時のトロフィー減少、量を緩和、マッチング調整、これもしていきますよと言ってんだけど、アクトライズについては言ってなかった。サブスク機能については内容調整中ということでご期待くださいと。これは一応4月中にやるとは言ってたんで、今後また発表があるでしょう。レイドバトルについてはまだ鋭意開発中ということですと。で、スマートフォン版じゃなくて、今後、DMM 版がね、今始まるということで、今、事前登録されてますね。で、今回、DMM 版の事前登録者数に応じたプレゼントというのは、我々、スマートフォンユーザーの方にももらえるということなので、これも期待しましょう。が、以上かな。以上です。はい。ちょっとね、関係端でご紹介しましたけど、ドクターストーンのコラボに関して言うと、多分もっと先なんだと思う。5月とか6月とかになるんじゃないかな。多分、連休明けかなぐらいかなというふうに期待はしてるんだけど、いずれにしろですよ。まず、ローランドというぶっ壊れキャラもそうなんだけど、やっぱね、アークがやばい。僕は。ウルトラがやばいし、で、エクステンド機能ね。アークにエクステンド機能がついたこととか、なんせね、もう、大変だわ。今回は。これは。でね、6段階突破も嬉しいしね、今まで楽しんできた人たちもそうだし、これから始める人にとってね、いい条件は整ったんじゃないかな。で、毎日10連無料っていうので、多分、これから始める人だったら、アークの種類をね、揃えていくっていうこともできると思うんで、僕はもうとりあえず今回はね、1周年のおめでとうの意味と、これまでありがとうの思いを込めてですね、4月16日のアップデー後はですね、がっつり課金をして、ガチャを回して、ローランドとエルドラをゲットしていきたいかなと思います。はい、という感じで、今日はですね、またね、緊急の更新で動画を撮らせてもらって、事前に撮ってましたね、フレンドガチャをね、90連回しながら、雑談している動画もありますんで、そちらはね、またいつもの時間に更新していこうと思います。ラスクラ最新情報が超激アツ情報満載だったんで、今日は緊急更新をさせてもらいました。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。